はい、どうもアルティメット工房のサミです。お久しぶりでございます。つい先日King&Prince の4枚目のアルバムメイドインに収録される1番という楽曲の YouTube ティザー動画が上がりましたけれども、皆さんご覧になりましたでしょうか。和風テイストなめちゃくちゃかっこいい楽曲になっていましたよね。6月に入ってからいろいろと予定が立て込んでおりまして、私ね、まだメイドインに何が収録されるのかがわからないんですよ。なので今日はね、皆さんも巻き込んで一緒に見ていきたいなと思います。今ご覧いただいているのはタワレコオンラインさんのページなんですけれども、 King&Prince 6月29日リリースの今月末ですよ、4枚目のフォースアルバムメイドイン収録内容公開という記事がありまして、 King&Prince が6月29日にリリースするフォースアルバムメイドインの CD および DVD 収録内容が一挙公開された。素晴らしい。今作は昨週リリースされた恋のドキドキを歌った王道の J-POP 恋降る月夜に君思う、あ、これが入るんですね。今年2022年4月にリリースされた運命の人へ永遠の愛を歌うラブソング、ラビンニュー、これさ本当に好きで、今私ラビンニューが一番好きかもしれない。働くすべての人々への応援歌踊るように人生をのほか、新曲多数を含む全16曲が収録される。通常版のみ全17曲収録、まあ、前回と同じですね。踊るように人生をはバイト先でかかってる時にめちゃくちゃテンションが上がる、私の中ではそんな一曲ですね。表題曲1番は日本を代表するヒップホップアーティストクレバの作詞作曲で、ヒップホップサウンドに和のサウンドアレンジを加えた楽曲。俺らがナンバーワンだ、ついてこいと宣言する強気なKing&Princeを見せる。またメイドインのアルバムテーマ曲としてKing&Princeが作詞作曲に挑戦し、5人でメイドした作り上げたドリームインは、表題曲で見せる強気な一面とは対照的な一面を覗かせるミディアムバラードとなっている。ついに自分たちでも作ってしまいましたかっていう感じなんですけれども、他収録曲としてはバトルオブバトラーは前作リセンス収録のフィジャディバグラビボブラジポテトに続く前山田健一さんの作詞作曲で、今作もティアラと楽しめるような楽曲になっている。絶対これはライブで使われる楽曲でしょうね。そして今作もユニット曲が収録され、それぞれテイストの全く異なるラブソングが収められる。あの前回のユニット曲もロストインラブ、平野翔、高橋海人、岸優太の僕の好きな人は切ない片思いを青春の甘酸っぱさを感じるメロディーに乗せて歌う青春のラブソングとなっており、永瀬廉、神宮寺優太のドールは愛する人をガラスケースにしまっておきたい、ちょっと怖くないと歌う重い愛情を歌詞にしたダークで大人なラブソングとなっている。え、怖い怖い怖い、でもちょっと気になるね。King&Prince の魅力が詰まった作品となっているので、ぜひ注目してほしい。なるほど。なお初回限定版 A の DVD には1番のミュージックビデオソロアングルエディットを収録、その他クレバ立ち会いのもと行われたレコーディング、ダンス、リハーサル、そしてミュージックビデオ撮影現場でのオフショットを収めたビハインドザシーンが収録される。初回限定版 B の DVD にはアルバム全体のメイキング映像として、さまざまな企画会議を経て King&Prince がアルバムを作り上げていく様子を追いかけたメイドインビハインドザシーンを収録、ジャケット写真の撮影現場のオフショット、収録曲のレコーディング、そして5人で作詞作曲したドリームインなど、アルバムの楽曲についての個人インタビューなどが収められる。また同 DVD には収録楽曲バトルオブバトラーにかけ、バトルオブバトラーキングオブ羊の称号を勝ち取るのは誰だ、これ YouTube に上がってましたよね確か、を収録。 King&Prince たるもの、いかなる状況でも気品高くあるべき、どんなお題にも凛とした佇まいでいられるかと、羊としての能力とホスピタリティを競い合うバラエティ映像で超盛りだくさんの内容となっている。なんかファンクラブで投稿されてそうな内容ですけれども、メイドインジャパン、メイドインジャニーズ、メイドインキング&プリンスなど、それぞれの場所、ルーツを大切にしながら、キング&プリンスが今目の前にいる人を幸せにするために、今キング&プリンスができることをコンセプトとしたアルバムとなっているということですね。YouTube で見てみると人気急上昇中の音楽で1番、
もうその名の通り1番ですね。300万再生以上されていると。さあ収録楽曲楽しみにしていました。収録楽曲ようやくね私見ることができるんですけれども、初回限定版 AB 共通全16曲収録、通常版は全17曲収録。ミュージック1、1番クレバ提供楽曲、ミュージック2ラストトレイン。あのイメージで申し訳ないんだけれども、踊るように人生をは朝の通勤の時に聞きたくて、ラストトレインってこうタイトルからして最後の電車終電みたいな感じで、仕事が終わって帰る時に聞きたい楽曲になっていたらいいなという予想なんですよね。そしてミュージックさん踊るように人生を、ここがつながっててほしいなっていう。日本テレビシンドラ受付の女王主題歌。ミュージック4マイフェアレディ、直訳すると愛しの女性っていう感じなのでラブソングになってるんじゃないかなと思うんですけれども、ミュージック5僕の好きな人、もうそのまんま平野翔、高橋海人、岸優太のユニット曲。ミュージック6にラビニュー、構成コスメポート、ジュレーム IP の CM ソング。もうラビニューラビニューラビニューギュッと抱きしめて、本当に覚えやすいメロディーですよね。ミュージック7はバトルオブバトラー、前作と同じ前山田健一さんの提供楽曲ですね。ミュージック8サンシャインデイズ、これから夏になりますからちょっと爽やかな楽曲になってるのかな。ミュージック9スターテッドって読むんですかね、何かが始まるということなのか。ミュージック10レッドイットアウト、レッドイットアウトってどういう意味なんだろう、何かを出してみたいな、そういう意味なのかな、今の自分からはみ出してみたいな楽曲なのかな。11曲目、私これ一番気になりますね。ドール、永瀬廉くんと神宮寺勇太くんのユニット曲。12曲目、桜シーズンリスタート、なんかそういうアニメありそう。13曲目、恋降る月夜に君を思う、映画かぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの主題歌。恋降る月夜に君を思うは本当にかぐや様にぴったりな楽曲だったなと思いますね。14曲目、気楽にやろうよ、もうなんか踊るように人生をとつながりそうな感じですが。15曲目、あリトルハピネス、小さい幸せ大切にしていきましょう。16曲目、キング&プリンスのみんなが作詞作曲したというドリームイン。17曲目、リンリンドン、通常版のみ収録。これが楽曲一覧なんですね。いや私はもう11曲目と16曲目が楽しみで仕方ないです。初回限定版 A の DVD は1番のミュージックビデオ、1番のミュージックビデオソロアングルエディット、1番のビハインドザシーン。初回限定版 B の DVD にはメイドインビハインドザシーンとバトルオブバトラーキングオブ羊の称号を勝ち取るのは誰だ。いやこれ B も見たいけどね。特典あり、先着で以下の特典をプレゼント。初回限定版 A はステッカーシート A6 サイズ、 B はクリアポスター A4 サイズ、通常版はアクリルスマホスタンドとなっているわけですね。はい、皆さんはどの楽曲が一番気になるでしょうか。キンプリの当落発表いつだっけな、スケジュールに書いたんだけど6月の21日かな、アリーナ公演の当落がありますけれども、このアルバムを引っ提げてのツアーになるわけじゃないですか、アリーナツアーになるわけじゃないですか。いやもうそれは見たいよ、楽しみでございますね。まあ当たるかどうか分かりませんけれども楽しみでございます。はい、あの主なお話はこちらがメインでございましたが、次はですねキンプリ永瀬廉くんが主演だった映画真夜中乙女戦争、今 Amazon プライムビデオでも見ることができますけれども、真夜中乙女戦争のブルーレイ、そして DVD が8月の17日にリリースすることになりました。豪華版には劇場副音声上映されたメインキャストの永瀬、池田エライザ、江本佑、そして脚本監督編集を務めた二宮監督によるビジュアルコメンタリーの未公開インタビューが収録されるが、このほどその一部が公開されたと。これは6月8日の記事になっているので、まあ新しい情報かなと思います。 Amazon プライムビデオってウォッチパーティーって言って、あの離れていても同時に同じ部屋に入って再生しながら、ここはこうだったよねっていうコメントを残しながらみんなで一緒に見ることができるんですけど、最大100人だったかなと一緒に同じ映画が見れるんですよ。みんなでねお話をしながら見ることができるんですけれども、それをこの真夜中乙女戦争でやるのはどうかなと思っているんですが、 Amazon プライムビデオ入ってるよっていう方ぜひ教えてください。10代20代を中心に圧倒的支持を受けた作家 F の初の小説を実写化。平凡で退屈な日々を送る青年が自分自身と東京を破壊するまでの夜と恋と戦争を描く。いや
すごいよね、この東京を破壊するまでの夜と恋と戦争を描く、もうこれこそが真夜中乙女戦争なわけなんだけれども、あの見てない方はどういうことって思われるかもしれないけれど、そういうことです。自身にとって本作はどういう作品になったのかと聞かれ、主演の永瀬は僕の人生のターニングポイントになった作品、家族写真のアルバムの最初に出てきそうなくらい自分の近いところにある僕の体に染み込んだなと思いますと手応え。普通にね面白かったんですよ。ちょっと難しいけどね。池田はコロナ禍を経て誰かと語り合いたい時に見る映画が真夜中乙女戦争だったらいいな、自分の親しい人に見てもらって一緒に思いの丈を語りたい。柄本はシンボリックな役を演じたのが初めてに近く、非日常な髪型や衣装を提案したり、ここまで監督と話し合いながら作り上げた役はほとんどなかったと語った。すごくね、あの柄本佑さんの黒服っていう役、日常にああいう人がいたらクールだなとは思うけど、ちょっと怖いなって思う面もある。池田や柄本との共演について、永瀬は完成した映画を見てこんなにすごい方たちとお芝居をさせていただいたんだなと改めて気づいた、お二人から刺激をいただきいいところを吸収できたと思うので、それをまたどこかで発揮したいと語り、それを聞いた池田は楽しみですね、柄本は恥ずかしいっすねと照れながら期待していた。ということでですね、ただいまご紹介いたしました真夜中乙女戦争のブルーレイ &DVD もう予約ができると思いますので、皆さんが今ご覧いただいている動画の説明欄、概要欄のところに予約ができるリンク貼っておこうと思います。さらにキング&プリンス6月29日発売のフォースアルバムメイドインも購入できるようにリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ予約をしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。